現在放送中のドラマ「大奥」で主演し、来年には横浜流星さん主演のべらぼうお伝しげ映画第夢話 NHK で大河ドラマデビューする女優小芝風花さんに最近異変が見られ、小芝風花さんは2012年に女優デビューして以降、所属事務所オスカープロモーションから猛プッシュを受けて毎年複数のドラマに出演し、昨年は4月期放送の波を聞いてくれテレビ朝日系で主演、7月期の転職の魔王様フジテレビ系と10月期のフェルマーの料理 TBS 系でヒロインを務めました。今年は昨年12月から放送の秋内よつとお金と銀 NHK がストップと大奥で主演を務め、昨年4月期から4期連続で連ドラに出演中で、2月には主演映画レディカガが公開され、番宣で様々な番組にも出演していました。加えて昨年1月からはぐるぐる99日本テレビ系の企画グルメチキンレースゴチになりますアにレギュラー出演しており、多忙を極めています。週刊女性の記事では、テレビ誌ライターが小芝風花さんの近況について、毎クール続けてドラマに出演していたため、放送中の作品の終盤と次の作品の入りが被ることもあり、準備期間はほとんどなかったそうです。転職の魔王様の撮影終わりにはスーパーに直行、次のフェルマーの料理に向けて野菜を買い込んで包丁で食材を切る練習をしていたと明かしていましたと説明しています。今年も1月期から連ドラに出演し、現時点ではまだ正式発表されていませんが、7月期には日本テレビ系で放送のドラマで主演予定といい、さらに遅くとも秋頃には NHK 大河ドラマべらぼうの撮影がスタートするとみられ、今年も忙しい1年になりそうだとしています。このように昨年から働き詰めの状態が続いていることにより、周囲からは身体を壊さないか心配との声も上がっているそうです。そして撮影現場では気になる異変が目撃されているといい、普段は明るくて現場スタッフにも気遣いを欠かさないのですが、最近は忙しすぎて余裕がないのか、撮影の合間にぼーっと放心したような様子になることもと芸能プロダクション関係者が明かしています。所属事務所のオスカープロモーションは、現在看板女優となっている上戸彩さんも含めて、とにかく売りたい女優をご利用ししてメディア露出を増やし、それによって人気知名度を上げていくという手法を昔から取っており、少し前までは剛力彩芽さんと武井咲さんがご利用しされ、毎年複数のドラマなどに出演していました。現在は小芝風花さんや香橋ひかるさんなどが猛プッシュされていますが、小芝さんに負担をかけすぎていると感じ、このまま長期休養を取らずに働き爪の状態が続けば身体を壊すのは時間の問題だと思います。小芝風花さんも最近異変を感じている様子で、4日に更新したインスタグラムでは、携帯電話を探し回った際のエピソードを記し、家を出る際に携帯電話がなく、あらゆるところを探しても見つからず携帯を鳴らしてもらったところ、お尻のポケットに入っていたとした上で、お尻のポケットなんて普段入れないのに最近こういうこと多いんだよな、怖いなぁと綴っていました。この投稿に対してネット上では、事務所が働かせすぎな気がする、忙しすぎて疲れが出ていると思う、休ませてあげた方がいいなどと体調を心配する声も上がっていました。そんな小芝風花さんは、昨年から今年にかけて働き方改革に関する PR 動画に働き方改革コンダクターとして出演しているのですが、
今後身体を壊して活動休止といったことになる前に、事務所側が仕事量を調整して負担を減らすなど、様々な対応を行っていってほしいと思います。